安倍先生、おはようございます。おはようございます。朝のホームルームということで、なんかためになる、ちょっといい話を。そういうの得意でしょ。いい話。はい。ちょっと、人間とはですね、ちょっと前向きに。はい。はい、まあ、三方院というものがありまして、諸行無用、万物流転、諸法無我、この三方院というものがありまして、地球が成り立っております。はい。私たちは、阿弥陀様から、仏様のおかげで今この地に立っておりますから、感謝して、今日も、ありがとうございますと、はい、生阿弥陀仏という気持ちで、これからも、グローよ。だからまあ、感謝してね、やっていけたらなと、いいと思います。合唱。ありがとうございました。世の中ではありますが、イベントもだんだんと緩和してきましたので、コロナに負けず、これからもですね、黒歴史に精進してまいりましょう。今日も一日頑張りましょう。ありがとうございます。はい。レジングスタッフ影山の復活は間もなくですかね。あ、スタッフ直樹として私はいつでもお供します。よろしくお願いします。ありがとうございます。浦野先生、おはようございます。おはようございます。今日も一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかいい話いいお話お願いします。今日も頑張れるような、人生ってやっぱ成長じゃないですか。人として生きたからにはやっぱ成長が必要じゃないですか。はい。成長するためにはまず朝起きて、はい、一日の目標を決めることが大事だと思うんです。お、なるほど。これは10時にアップされてるんで、皆さん何時に見てるか全然わからないですが、はいはい、朝の10時ですか。朝の10時に毎日、はいはいはい、今すぐ目標を決めてください。はい。でその目標を達成すれば、それを毎日毎日続けていけば自然と成長するはずなんで、はい、こうやってより良い人生を歩んでいきましょう。はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日はね、大阪にいます。とってもいい気持ちで皆さん心が晴れ晴れとしますね。そんなあなたも皆さん今日も大きい声を出して頑張ってね、一日過ごしましょう。今日から4連休スタートですから、ね、これアップするのいつかわからないんですか。これ、あ、大丈夫です。皆さん今日から4連休しましょう。はい、私の校長先生が言うと、あ、校長先生じゃないな、あの実習の先生が言う通りだ。はい、なので、あとは一つ今日はいい話をさせてもらって、はい、昨日も先生はいいお酒を飲んでいっぱい寝たんで元気です。皆さんもそういう素敵なスタートを切れるように頑張りましょう。その手に持ってるのは何ですか。あ、ごめん、カールです。カール、さっきバザラの高一点の女性スタッフさんから、あ、名前出しちゃった、やばいな。から100円券をもらったんで、これ、はい、100円券で買ってきましたけど30円でした。レジ持ってるのちょっと恥ずかしい。ねえ、袋もらえないよ、袋。袋3円かかる。このままでいいですけど。はい。さて、これでホームルーム終わります。はい。皆さん、元気で、今日も一日で過ごしましょう。
無口だからですね。後継活動。校長先生、おはようございます。おはようございます。なんか一般生徒に向けてなんか前向きになれるお話を。前向きになれる話ですか？はい、そうですね。まあ今もううちがこういう状況が状況の時に、はい、逆に教えてもらいたい気持ちはあるんですけども、まあでもその中で言えることは、はい、やっぱりちょっと、まあ、筋トレすればあちょっと気持ちが元気になれるかなと。あ、なるほど。ぐらいですかね、私から言えることは。なるほど。ちなみに今日は肩の日になりますかね。これ腕です。あ、わかりました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。大会があるんですよね。そうですね。あ、今何時だ？10時です。お、まだ大丈夫か。はい、今朝のパンケーキをいただいているところでして、もう一口しか残ってないですけど。はい。食べて今日も元気に行って参りたいと思います。はい。何時開始でしょう？何時？会場は12時15分の試合開始1時になっております。はい、はい、本日もよろしくお願いします。こちらこそお願いします。レッカさん、おはようございます。おはようございます。はい、藤田プロレススクールを台湾でもぜひやろうかなと思ってるんですが、はい、校長先生としてやっていただけますでしょうか？はい、もちろん。いい単語を任せてください。あ、よろしくお願いします。はい、それからもう台湾でも、はい、藤田プロレススクール、はい、で単語で、はい、お願いします。じゃあ、台湾の方にメッセージをお願いします。ハロー、大家好。わからない。今年開始、我就是、藤田の、プロレスの教室的校長。请大家多多指教。皆さん、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。植木さん、おはようございます。おはようございます。これを見てる生徒さんに
今日一日前向きに生きれるようなありがたいお言葉をよろしくお願いします。皆さん、自由は自分で掴み取りましょう。俺は自由だ。ありがとうございました。ありがとうございました。こんばんは。こんばんは。はい、こちらを見てる一般生徒の皆様に前向きに生きれるような、はい、そうなんですよ、視聴者の人がプロレススクール、はい、プロレススクール、お前らの教徒をぶっ壊してやるから楽しみにしとけよ。はい、11月10日、お前らの教徒が大の字で寝るところ楽しみに待っとけ。ありがとうございました。バサラの神正人と申します。お願いします。これを見てる生徒の皆さんに前向きになる一言をお願いします。はい、皆さん筋トレしましょう。筋トレしたら、うつも予防されるし、うつ、はい、うつに抗うつ病のね、効果があるんで、筋トレには。うつ病の私ですか。サプリメントがきついの飲んでるんで、トレーニング後はちょっとそっちの件にはなりますけれども、トレーニング中は最高です。どんな感じ、どんな感じになるの状態が1時間続きます。おー、すごい。、はい、疲れなくなります。ぜひ一緒にトレーニングしましょう。どこで、どこで、池袋のヒーロージムで。ありがとうございました。ありがとうございました。どこに力入ってんの。背筋と肩です。あと胸筋は寄せるだけです。あー、つそう。どこに力入ってんの。肘すごい肩。小林くん、おはようございます。おはようって言うと、こんにちは。まあそうですね、メジャーだから入りが遅いんです。はい、いやいや、でもこれ見てる人は夜見てると思う。あ、夜見てる。はい、まあ、とりあえずリングができてから、はい、新幹線で会場入りです。メジャーなんで。いつもバスでしょ。今日新幹線、はい、3連勝なんです。3戦3勝なんです。はい、これ見てる人になんか前向きになるようなメッセージを。前向き、はい、お前らもメジャーになれよ。腹立つ。腹立つな。3連勝だぞ。はい、おめでとうございます。はい、ハンセン、ブロディ、バンクス、はい、鶴田、ババ、はい、そういう歴史がある最強タッグ3連勝だよ。はい、おめでとうございます。頑張ってください。十分メジャーでしょ。いや、あなたはメジャーではないと思います。3連勝だぞ。はい、ありがとうございます。はい、優勝目指して頑張ってください。ゴーゴーゴーだぜ。
影山さん、おはようございます。おはようございます。こちらを見ている一般生徒の皆様に前向きになる一言をお願いします。はい、諦めずに前を進んでいけば未来は見えると思います。ありがとうございます。何を諦めず、はい、皆さん、はい、諦めがちですもんね。そうですね、何でも諦めないで、はい、目標に向かっていけば大丈夫だと思います。はい、はいはい、ありがとうございます。はい、頑張ってください。ロリマンプロレスも頑張ってください。はい、頑張ります。ドリューさん、おはようございます。おはようございます。皆さん、はい、藤田プロレススクールを見てる、はい、見てます。あのスピーチを、スピーチ、なんか前向きなポジティブな感じの。じゃあ今日の名古屋大会、ドリューさん気をつけてください。本当に気をつけてください。ありがとうございます。手数を使えないけど、まだ本当に本当に痛そうだから頑張ってけど、気をつけてください。ありがとうございます、はい、日本語上手ですね。いや、違います。あの最近のお気に入りの日本語を教えてください。あ、キモ。気持ち悪いじゃないね。気持ち悪いは、うん、面白くないと思う。はい、キモ。もっと硬いと面白い、うん、面白い。違う、はい、違う。いやいや、OK。 ありがとうございました。よろしくお願いいたします。